はい、こんばんは、ひろかわです。もう夕飯食べ終わったんですが、デザートにこちらスイート豆腐いただきたいと思います。確かヤオコで買いました。どこら辺がスイートなのかというと、カスタード風味豆腐、微細化豆乳で滑らか新食感、コレステロールゼロ、1食あたり108キロカロリー。どこが出してるの？アサヒコ、株式会社アサヒコが出してる。あれかな、プリンみたいなことかな。うん、ちょっとね、傾けると、あ、なんだろう、卵豆腐とほんと焼きプリンの匂いを足して2で割ったような。ちょっとね、傾けられないんですけど、こういう感じ。はい、じゃあ食べてみます。うん、なんかきな粉をプリンにした感じですね。なんていうか、なんか独特な舌触りですね。なんかキシキシするっていうか、うん、なんか舌触りがキシキシします。ちょっとスラッとも飲んでいいですかね、喉渇いちゃった。お疲れ様です。うまい。私事ですが、いつもツイッターなどで、すごい私をすごいゆるく可愛い感じで書いてくださるあずさんという方がいらっしゃるんですが、その方が、書いてくれた絵を、T シャツにいたしまして、こういうとかね、これはとあるツイキャスの時にフードをかぶってちょっとひげをつけた回があったんですけど、ちょっと今でもなんでああなったか忘れちゃったんですけどね。その時の広川さんですね。で、これは普通に、文字文字子、これもあずさんが書いてくれたロゴ的な感じになります。これをね、トリニティ T シャツというサイトで、作成して、ちゃんとあずさんから許可もいただいたので、販売しております。あまりね、ツイキャス見てたりツイッター見てる方でないと、あんまりこれ一体何の広川さんだろうっていう、お腹鳴っちゃったっていうのもあるとは思うんですけど、もしよかったら見てみてください。このスイート豆腐が美味しいのかどうなのかという話になると、美味しいですね。美味しいんだけど、なんだろうね、なんかキシキシするんですよね。うん、というわけで、なんだっけ、アサヒコのスイーツ豆腐のご紹介でした。値段はテロップにして出しておきます。以上です。